宮下草薙の宮下です。草薙です。宮下草薙の15分。この番組は2人が持ち寄ったトークテーマで15分喋り続けるだけの番組です。目の前に3枚のカードが裏返しておいております。1枚は僕、1枚は草薙が話したいトークテーマ、もう1枚はリスナーさんが話してほしいトークテーマが書いてあります。はい、じゃあちょっと聞いていきますか。あ、そうだね、早速なんでね。はい、じゃあこれ何する？リスナーさん。はい、リスナーさん、どうします？じゃあ僕からいきますかね、うん、はい。ラジオネーム魔法瓶さん、宮下さん、草薙さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日ラジオで草薙さんが、無理と我慢によって10キロ痩せたお話をされていましたが、うんうん、M1 の1回戦の映像を見た際、本当にほっそりされていたので、私も宮下さん同様少し心配になりました、うんうん。草薙さんはピザがお好きとのことなので、我慢によるストレスで体を壊さないために、ピザを食べつつ健康的な食生活を送るにはどうしたらいいのかを考えてみました。あ、考えてくれたの？考えてくれてます。ピザを食べれる生活、うんうん。例えば、低カロリー低糖質の冷凍ピザが通販サイトで売っていたりするので、うんうん、そちらを常備されるのはどうでしょうか。温めればすぐに食べられるので手間もなく便利だと思います。あとは食前にこれクワチャって言いますかね、クワチャを飲んでみるのはいかがでしょうか、うんうん。黒ウーロン茶などは有名ですが、クワチャも血糖値の上昇を抑えてくれたり、糖質の吸収を抑えてくれたりするので、おすすめです。飲みにくいようであれば、美味しくブレンドされたものもあると思いますので、ぜひお試しください。クワチャで調べると、いかにもなダイエット食品が出てくるので、マルベリーで検索するのもいいかもしれません。うんうん、もう検索方法まで丁寧にね。なるほどね。これ非常に考えてくださってますよ、これ。なるほどね。どうですか、これ。ありがたいけど、うん、うん。険しいですね、表情。そうね。うん。ありがたいけど、うん、違う。ありがたいけどね、うんうん。余計なお世話だと、うん。そう。そういうことですか。なんかやっぱ、はい、そのなんだろう、低糖質ピザは俺も考えたの。なるほど、うん。もう俺は考えたぞ、それは。そう、考えたんだけど、うん、やっぱこの、どうせピザ食うんだったら、うん、その、がっつり食いたいなっていう。これはね、非常にわかります。そう、だから、うん、そう、なんて言ったらいいんだろうな。わかるでしょ、ちょっと。うん、これだから、まあ、言い方を悪くすると、うん、一つ、なんかこう、味が落ちるんであれば、食わないよっていう。そうそう。なんかその、どうせピザ行くんだったら、うん、もうその、あのうまさをね。そう、うん、L1 枚食いたいのよ。はい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 。たっぷりトッピングが入った、うん。ディズニー行ったら全部乗りたいじゃん。うん、ディズニー行って、その、うん、何モンスターズインクのなんか、撃つやつだけやって帰ってくるみたいな。あ、ライトね。ライト、そう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 。違うじゃん、うん。せっかく行くんだったら、全部食べたいっていう。覚えたばかりのディズニーで失敗すんな、例えば。モンスターズインクの。覚えたばかりの。モンスターズインクのなんか、撃つやつ、はい、ライド&ゴーシークね。光当てるやつだけやって帰ってくるみたいな。はい、はい、はい。うん。違う。違うんだ。俺は、全部だ、もう。まあ、どうせね、食べるなら、やっぱ、がっつりと。そう。ね、もう、本来の。多分、その、低糖質ピザを食べたら、うん。あ、やっぱ、本物の食べたいなってなって、うん。本物のやつもいっちゃうと思うね、流れで。確かに、確かに。そう。我慢できないと思うのよ。うん、まあ。流れではいかないにしろね、ちょっと、次の日とか。そうそうそう。まあ、昼にそれ食べて、やっぱちょっと違うなで夕飯に食べちゃったりとかね、それは確かにありそうな。だからもう一切こう、今、シャットアウトしてるっていうやり方ね。クワチャはどうですか？食前にこう、クワチャを飲んでみるという。食前にはもうこの方法。食前にはもう、うん、飲んでる、いろいろ。何を飲んでるんですか？コーヒー。コーヒー？うん。コーヒーと炭酸水。あ、炭酸水？うん。炭酸水をとにかく飲むと、うん、お腹が膨れんだって。なるほど、うん。満腹感を、そう。それで出してるという。うん、なんか、だから、血糖値とかのことじゃな、うん、ないけど、もう、うん、何パワーで言ってる。そう、だから、お前のやり方、本当に多分、痩せだけにね、うんうん、もう痩せるという現象のみに、うん、多分、こう、ピンポイントにやってること。うんうん、この人でも、その、やっぱ、痩せだけにピンポイントだと、うんうん、体調大丈夫ですかという、この、心配してくれてんの、うん、ここの部分に関しては、どうだ、目に見えない部分だからさ、草薙としては多分心配には及ばないと思ってるかもしんないけど、うん、もしかしたら体の中で、うん、とんでもないことが起きてる可能性もあるじゃない。あるよ。
その辺の心配はしない。なんかその辺のネガティブはないのかなという。ああ、なるほどね。うん。その、痩せるということだけを見てるじゃん。うん。俺だから、なんか、今、俺から見るとだよ、草薙は。目が曇ってる気がするの。それ大丈夫その、もともと目が曇ってんのよ。やめして、もともと。そんな。いや、こっちばっかに集中して、うん。でも、一人好きな女ができて、うん。その人以外もう周り見えてないみたいな、状況ってあるじゃない。で、旗から見るとそれってさ、うん、すごく愚かに見えるじゃん。うわぁ、こいつって。それなのよ、今。お前は。わ、それ。実は、痩せしか見てない。うん、痩せしか見てないよ、俺は、今。うん、このまま行くんだ、俺は。このまま行ききるんだよ。これはだからその、絶対に真似しないでほしいっていう、うん。リバウンドするよ。その、だから、これは。リバウンドしてしまうというね、うん、意見は、もう、出尽くしてます。あまりにもその、うん、ひどいことを今から言うから、はいはいはい、この、カットするなら カットしてほしいんだけど。いや、あくまでだからこれ草薙個人の意見で、ね。俺の目標は、うん、はい、俺は30キロぐらいまで落とそうと思って。もうガリガリですよ。で、うん、そっからリバウンドすれば、うん、増えても60キロぐらいだろうなっていう。だからここにリバウンド込みのダイエットをしてる今。うん、そのリバウンドするよってわかるよ。わかるよ、うん、言ってる。俺も絶対すると思ってるし。うん、だけど、リバウンド込みで、うん、今より痩せてればいいかなっていうスタイル。最終的にね、うん、着地点が、うん。怖い。俺も言ってて今。マジで怖いよ、それ。もう恐ろしいよ。うん。30まで音、もうガリガリです、本当に。そう。ねえ。うん。そこまで行こうとしてんだ、今。で、食べて、たくさん。うん。で、リバウンドして。そこからね。60くらい。あ、これは。怖いよな。まあ、でもいいんじゃないですか、もう。独自のね。うん、俺やり方ですもんね。独自のやり方でやる。ちょっと怖いな。放送しないでほしい、これは。怖いから言ってて。心配される方も多いだろうから。うん、これは良くない。だから、良くないね。はい。うん、だから、俺はね。何ですか何ですか今の。いや、来た。自分で、ちょっと。はい、今、はい、多分、その、うん、変なこと言ったから、これは違う。うん、これ違うなと思って、なんか、ただただ無闇なって。無闇に、その、人を心配させて、うん、親とかを。生放送じゃないけど、リスナーさんの弾いてるのが分かってる。そう、感じたよ。無闇になんか人を心配させるの良くないなっていう、うん、なんか、ちょっとずつね、だから、うん、食べて、緩やかに落としていこうっていう、その、最初のほら10キロはさ、うん、なんかその、目に見えて10キロ落ちたっていうのが あるから、うん、こうやる気になるというか。だから結果が欲しかったんですよね。そうそうそう。結果を見て、あ、痩せるんだというね。うん。うん。その事実を欲しかったという。うん。まあでもちょっとやっぱ健康は、ちょっと多少考えつつね、これはやった方が。ありがたいね。いいんじゃないかなという。気遣ってくださったということですよ。続いていきましょう、じゃあ。宮下さん、草根さん、こんばんは。いつも楽しく会長しています。私事で恐縮ですが、ラジオに初めてメールを送ります。お。そこで自分なりにラジオネームを考えようと思いつきました。はい、東京ホテイソンさんのような漢字、横文字がしっくりくると思い、うん、縁の下マイク・タイソンか、縁の下ベイブ・ルースのどちらにするかで悩みました。この2個。晩ご飯の際にさりげなく母親に聞いてみると、うん、しょうもないこと考えてないでちゃんと勉強しなさいと返され、してしまいましたと、うん、というわけでトークテーマはしょうもないと言われてしまったエピソードでお願いします。ラジオネームバナナで歯を磨くと美味しいさんから。違う。どっちかじゃないか。期待してたのに全然その漢字横文字でもないし。縁の下マイク・タイソンと縁の下ベイブルース、ベイブルース、うん、スポーツ選手にしたかったんだね、下はね、うんうん、まあね、著名なすごいもう天才的なプレイヤー2人ですよ。芸人もやっぱこの、俺らの始めた時は、これが流行ったよね。漢字、横文字の。いや、そう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 。これやっぱかっこいいですよね。ね。うん、同期で言うと、そうそう、まあ、もう解散してて誰も知らないけど、荒川サンデーとか。荒川サンデーね。武蔵野バンディッツとか、なんか。武蔵野バンディッツか。なんかやっぱ、これ流行ったよね。うん、漢字で横文字って。いました、いました。僕らの同期やっぱ多かったですよ。うん、これ野球チームとかの影響なのは何なんだろうね。これがかっこいいってなってんの。まあまあそうね。でも野球チームのチーム名とか。うん、まあ、それこそやっぱスポーツのなんかチーム名はよく聞きますよね。うん、この地区名とさ、その、なんか何かをこう合わせてみたいな。縁の下、マイク・タイソン。これどういう意味なんだろうって、なんかその、芸人の場合ってなんか持ち寄るじゃん、意外と。うん。
上をなんかじゃあ宮下が決めてきて、下をじゃあ俺が決めてきて、さ、くっつけてみたいな。一人で縁の下マイク・タイソンってさ。まあよくたどり着きましたよ。縁の下マイク・タイソンに一人で。そうね。なかなかたどり着かないよね。なかなかたどり着かないですね。これは。で、結局、ラジオネームが。バナナで歯を磨くと美味しい。なんだそれ。嘘だもんだってこれ。しょうもないと言われてしまったエピソードあって。しょうもないと言われてしまったエピソード。うん。でもなんかさ、しょうもないなって言われるときってさ、まあ、引き出そうとして言うじゃん。なんだろう。いや、お前それしょうもねえなって言われに言ってるからさ、なんかそれをエピソードとして話したときに、すげえ滑りそうだよ。なんか、こんなこと言って、ああ、なるほどね。そうそうそう。なんかちょっと、だからちょけて。ああ。いや、まあ、しょうもねえなって、その、友達とのこういう多分、掛け合いじゃん。そう、ね、そういうのってさ。しょうもないことでしょ。俺はだから、その、うん、なんだろうな。さ、置き配とか最近頼んだ時に、うん、なんかその、置き配ってまあ、ピンポンって来てさ、うん、今なんかその、物を置いて、そのまま帰ってくれるの対面せずに。うん、だからピンポーンってチャイム鳴って歩いてドア開けると荷物だけ置いてあんのよ。はいはいはい、で、まあそれを取ってあれするんだけど、うん、この瞬間ってめちゃくちゃ無防備じゃん、なんか。うん、ドアの裏にそれなんか隠れてて、うん、例えばね。はいはい、で、なんかその、これ俺がなんか取った瞬間にスッって出てきて、うん、スタンガンでバババって当てて、うん、なんかこう侵入してくるみたいな、はいはい、なんか。強盗とかも全然、うん、これから流行ってくるだろうなと思って、この置き配。はい、流行りにするって。見せかけ、ね、そう。で、うん、持ってくる荷物も、その、出前で量が分かってるじゃん。うん。だから一人前だったら一人しかいないんだっていう。うん。だからすごい今チャンスだぞって言って。うん。子供に軽く出て、バババって。出てくるやつとかいるんじゃないかなっていうのを、うん。なんかその、言ったことあるよ。あれは危険なんじゃないって言ったことあるよ。芸人さんですよね。はい。7年ぐらいやってます。7年ぐらいやってます。そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからもトークテーマを募集します。トークテーマとそれを話してほしい理由を書いて送ってください。草薙アドレスは mk@jokr.net mk@jokr.net です。放送終了後の土曜日午後1時から番組を丸ごとポッドキャストで配信します。以上、宮下草薙の宮下と草薙でした。いやー、しょうもないですね。しょうもないな、知らんな。